社のオーグ航空機整備工場が武装集団の強襲を受けています。現在ドックに搬入されている爆撃機の破壊が目的だと思われます。工場外部からも AC を中心とした別動隊による攻撃を受けており、警護部隊の大半はそちらに向かわざるを得ない状況です。現時点では侵入部隊は爆撃機のある整備ドックへ到達していませんが、突破されるのはもはや時間の問題です。工場内の爆撃機整備ドックへ急行し、爆撃機を護衛してください。ではよろしく。メインシステム戦闘モード起動します。します。